ワトツ、今日大手さんいっぱいだね。すごいね。なんかオールスターだね。あれじゃん、みんなリスワン1万円取りに来てんじゃないの？ 現金なやつらだから。よし。月頭だし、リスワン取りに来るか、みたいなさ。そういうノリだと思ってるけど、俺は。勝手に あ、こいつら金稼ぎに来てんなぁ、と思って。小遣いせびりに来てるなぁ、と。お金が欲しいんですよ、お金が。寝れない？じゃあ、まったりしていこう。寝れるまで付き合ってあげる。金梅がやっぱり一番乗りだった。まあ、金梅さとみ。あの辺はまあ一番っていうかもう王者だからね。まあ取るでしょ。絶対取りに来るでしょ。取れるもん。だってあの人。ぶっ飛んでトップだからね、金梅さんって。配信者の中で。石川紀之と為春ぐらいの力を持ってんじゃないの？やっぱり。ふわっちだけで言うな。キャスでは石川さんの方が上だろうけど。やっぱり金梅さんは、フワッチはダントツナンバーワンだと思うね。輝いてるよ。はい、みゆみゆいらっしゃい、楽しんでて。風船プレゼントありがとう、みゆみゆ。ありがとうね。風船プレゼントありがとう。ありがとう。何しよっかな。
今日は放送遅いですね。違うんだよ。仕事の時間ずっと寝ちゃっててさ。そう、起きたのが10時、11時くらいだったんだよね。明日クソ怒られるわ。やらかしたよね。早めにリスワン。今月はそうだな。10日ぐらいに取れればいいかな。15番以内に入ってれば、まあいいと思うね。15番以内ぐらいに入ってれば。リスワンはまあ取れるだろうね。11月からずっと取ってるから。11、12、11、12、12って取れるから、4ヶ月連続取れるんじゃないの？ 3 ヶ月全部取ってるよね。だからトップ30には入ってるんだろうね、ふわっちの中では。だいたいマンスリーランキングもそれくらいだから。マンスリーランキングどれくらいだっけ？上から30番目ぐらいでしょ。ちょっと見てみようか。運営からのお知らせ。先月のマンスリーがね、29位だったよ。だからね、リスワンとね、マンスリーって結構リンクしてるんだよな。2000円もらいましたよ、マンスリーポイント。トップの方に行くと数十万もらえるからね。マンスリーランキング1位、確か2、30万もらえるよ。イレブンさん、久しぶりだね。どうだ、元気だった？いらっしゃい。すげえ久しぶりじゃん。何やってたの？元気だった？画質悪いな、やっぱこのカメラ。バカプレゼントありがとう。新しいフォロワーさん、イレブンさんフォローありがとうございます。バカプレゼントありがとう。仕事、年度末なんでバタバタしてました。ああ、そうだったんだ。仕事が忙しかったんならしょうがないよ。仕事最優先でしょ。頑張ってください。ノンタ何時頃来るんだろうな。
これなんだろうな。何なんだろうこれ。傷ついてるな。あざになってる。ビーって。体の裏側とかだと気づかないよね。なんかぶつけたのかな。がっつりあざになってるね。こんなところぶつけたっけな。作業所からまだ連絡来ない。まあまあ切り替えてこいよ。次のところとか複数受ければいいんじゃないの。やっぱ作業所にも受かる落ちるってあるから、何個か手数打ってみるのがいいと思うよ。3月ぐらいまで仕事忙しくなるので来れなかったりします。あ、そうなの。残念だな。3月ぐらいだと俺旅配信始まってるよ。3月末ぐらいからやろうと思ってるから、下手したら4月になっちゃうけど、春からはもう確実に動き出そうとしてるね今。だから旅配信からまた応援してよ、イレブンさん。お、ゆりさんいらっしゃい。楽しんでってください。久々来てくれてありがとう。楽しんでって。近く通りそうだったら会いたいです。ぜひぜひ、リアドしてください。日本全国もあるんで。その後はもう、海外行っちゃうと思うんで。アメリカとか行っちゃうと思うんで。リアドするのしばらくできなくなっちゃうと思うんで、よろしくお願いします。チャーシュー丼食おうかな。こんばんは、ピザ兄貴いらっしゃい。楽しんでて。アメスピはね、9ミリだね、これは。アメリカンスピリットメンソールライトってやつなんだけど。てかさ、みんな何ミリ何ミリって聞くときさ、これタールを言えばいいの、ニコチンを言えばいいの。タール9ミリ、ニコチン1ミリって書いてあるけど。今嫌われてる勇気っていうドラマあるんだけど、アドラーの心理学を分かりやすくドラマ化してくれてて、アドラー心理学に興味湧いてさ。アドラーの心理学ってなんかめちゃめちゃなんか偏った思想じゃなかったっけ。あ、全く同じのなんだ。これ美味しいよね。俺も大好き。いつから旅？ね、3月末に生活保護抜けて、あと会社も辞めるから。では4月からかな。大阪は結構いろんなところもあるんじゃん。てかね、できればね、家の近くまで来てほしいっていう人だったら、俺は行かない。なんか、なんつうの、東京でいうとこの新宿とか池袋とか、そういうところに行くから、そこまで来てくれる人じゃないと無理だよね。タクシーじゃないから、俺は。だから、近くの大きい都市まで足運んでくれる人だったら、リアツツ全然歓迎するけど。一番アメスピで人気ない。あ、そうなんだ。これ人気ないんだ。確かにね、グッズの販売とかね、これあんまりグッズ化されないんだよね。なんかいろんなアメスピってグッズがいろいろ出るんだけど。
で、県内に入ったらリア凸はしてほしいかもしれない。いろいろと。アメスピ吸い出した丸ボヤセブンスターをが雑味を感じて吸えない。それくらいうまい。俺全く同意見。俺ね、ずーっと10年ぐらい飴、なんだっけ。丸ボロ吸ってたんだけど、丸ボロメンソール。もう吸えなくなった。添加剤の味とか気になるよね。全く同意見です。本来のタバコの味だから、添加物入ってないっていうのは分かるようになるよね。俺も今まで気づかなかったけど、だんだん味が分かるようになってきた。タバコ1本持ち1.5倍から2倍ぐらい違いますよね。それくらいは違うと思ってる。ガラムも吸うヒッピーの友達に会ったら、ガラムってなんだろう。アメスピに変えたけど本当はやめないといけない。クローブの実が入ってる。へえ、吸ったことないな。今度吸ってみるわ。ガラムね。チャコールフィルターみたいなやつかな。タバコはやめる気に全然なんないな、俺は。最近暗黒放送全然見てないな。暗黒見てる？みんな。なんか面白いのあった？ガラム臭いんだ。なんかアイコスめっちゃ人気出てるけど、吸ってる人間に聞いたらタバコの方がやっぱりいいとか聞く。だってさ、水タバコの歴史とかって結構古いんだよ。アイコスみたいなのって結構昔からあるんだけど、流行ってないじゃん。だからね、やっぱりね、火をつけて煙を吸いたいっていう欲求があるんだと思うよ。なんでアイラフワッチで売れてんの？ほら、アイラってさ、ニコ生でもさ、女の子から貢がれてたじゃん。でも、フワッチで、なんか、先月700万稼いだんだよ、アイジロウさん。で、なんか再評価されて、
で、先月ぐらいからね、閲覧100超えるようになったね。それまでね、20人ぐらいとか、10人とか20人ですごい100万とか見つがれてたんだけど、最近なんかすげえやつがいるっていう、700万稼いだすげえやつがいるっていうことで、再ブレイクした感じだね。それ1ヶ月200万稼いだらそうなるわな。脅威だよ。だここ最近ね、また評価が高まった感じだね。ガラムもシグネイチャーシリーズなら香りの癖もそんなにない。そうそう、すごいんだよね。やっぱり稼いだりとか結果出すと人間の評価って変わるから、それで一気に評価上がったね、アイラは。ガラムはセイロガンの味でした。へえ、そうなんだ。吸ったことないかな。将校いらっしゃい。まあ、ヒロ兄貴がブレイクしないのがちょっと悔しいけどな。俺ヒロ兄貴好きだからさ。月700万稼いで維持したら勝ち組だね、裏山。700万はね、結構狙ってその突発的にやったらしいんだけど、先月2000万いかないぐらいは稼いでるらしいからね。すごいと思うよ、配信で1000万以上稼いでんの。年収ね、それは。去年が半年ぐらいで1000万以上稼いでるから、まあ天才だよね。俺はあいつはもうほんとトップ走ってると思うよ、アイラは。 なんかね、ちょっとふわっちってニコ生とかキャスとかと比べて特殊で、なんつうんだろうな、キッズ向けじゃないんだよね。年齢層高めだからすごくいいよ、やりやすいよ。俺も閲覧100超えたりするのが普通になってきたし、調子いい時で閲覧200とかいくから。しかも売名とか一切なしでだからね、やりやすいっすね。まあ一時期のニコ生に比べたらちょっと陰りはあるかもしれないけど、ふわっちの中ではだいぶ 評価してもらってるから嬉しいなと思ってるね。ふわっちの中では俺は大手らしいよ。 風船プレゼントありがとう、ゴルゴ、ありがとう。ねえ、めちゃめちゃ金持ちだからね。あれだよ、ふわっちとか配信でそれだけ稼ぐ、すごい時代だよね。いい時代来たなと思うよ、本当に。生放送で稼げるってすげえよな。趣味じゃなくなってきてるからね。ネットタレントが本格的に仕事として成り立つんだもん。おい、熊野ジャーキー、こんばんは。楽しんでて。侮れないですよ。俺も年収1000万ぐらい目標にしてるけどね。月収100万とか。配信で。早く稼げるようになりたいね。こんな遅くもやってる。いや、今日さ、昼間さ、寝過ごしちゃってさ、会社寝バックレしちゃったんだよ。で、もう今ね、もう寝れないしさ、20時間ぐらい寝ちゃったから、そう。
バイトはやる気も責任感もなしってことだろう。自覚しようぜ。え？バイトはやる気も責任感もなし。どういうこと？文脈がわかんねえわ。そんな話してた今。よくわかんないんだけど。下手なホストより稼いでるからすごい時代な。いや、ホストって稼いでるのってほんと一部の人だけだよ。末端のホストとかね、みんな知らないからだろうけど、ほら、歌舞伎町仕事やってたからさ、末端のホスト結構いたけど、月5万も取れてないよ。ほんとに。なんか、時給とかもらえないから、彼らって。ほんとにね、10万とか稼げないホストとかいっぱい5万といるからね。半分ぐらいはそれくらい、10万以下だと思うよ。仕事で体力使いすぎて少ししか寝れない状態です、東方。あ、マジか、桜子ちゃん。お疲れ。動脈硬化の検査が。あー、それだったらやめた方がいいよ、タバコ。みんなどうやって生活してんの？だから、まあなんだろう。女の子から裏引きって言って、そう、自分のお客さんから小遣いもらったりとか、あと寮とかがあって、囲い込まれる感じなんだよ。寮代とか取られて手取り何万しかないから、一応食っていくことはできるんだ。飯代ぐらいしかないっていう。あとお客さんがもうほんと囲ってご飯食べさせたりとか、そういう感じ。だからトップの方に行くと、だいたい店と折半でマックス55%ぐらいかな。要は売り上げの55%もらえるっていう生活になるんだけど。だから、すごく配信に似てるよ。一部の人間しか稼げてないよ。でも、そのトップの人間が数億稼げてたりとかするから、配信よりもでかい世界だけど。お店に結構取られる。だってお店は大変だよ。だって家賃とかさ、その45%の中から家賃払ったりとか、その食えないやつらに時給払ったりとかさ、あと酒代の仕入れとかあるでしょ。酒とかその備品の仕入れで20%ぐらいかかるし、家賃とかも10%とかかかるでしょ。だからオーナーとかは本当20%の中だから、うまくやって稼げるプレイヤーを囲い込むことができたら店は成り立つって感じだよね。客がバックれたらっていうかね、売りかけのシステムが良くないんだよね。売りかけって言ってお客さん付けができるから、でホストに責任取らされるのよ、それって。だからね、結構ぐちゃぐちゃ、やっぱ夜の世界だなって思うよ、そういうのを見ると。ぐちゃぐちゃだよ、仕組みが。売りかけしないホストとかがうまくいくと思うけど。あ、俺賭けやってないから、つって。なんかさ、お客さんの層が風俗嬢、キャバ嬢だから、金がパンパン入ってくるビジネスモデルだから、そういう風になっちゃうんだよね。テレビで見たことある。あれよりももっとドロドロしてる感じかな。テレビとかではやっぱ綺麗な部分しか見せないから。コンビニ行ってらっしゃい。ただまあ夢があるよね。大学、大卒でもなければさ、自分の器量だけでやっていけるわけだから。自分に実力のある人はどんどん上行ける世界だから。いかにモテるかっていう仕事だよね、本当に。
はい、こんばんは。リュウカいらっしゃい。キャバとホストってどっちが儲かるの？まあ、もう一概に言えないよ。キャバクラは時給とかなのね。女の子って歩合もあるんだけど、ほとんどが時給を選ぶんだよ。だから一概に言えない。六本木でナンバーワンの人だと、ナンバーワン、本当に有名な人だと時給3万とかだね。だから本当3時間ぐらい店に出勤して、パッて帰るみたいな。で、1日10万ぐらい稼いでいくみたいな。夜の仕事は難しい。キャバもホストもあんま変わんない。横のつながりがめんどくさいよね。同業付き合いみたいなのが。で、大体ね、六本木で働いてた頃、当時の六本木ね、今は多分全然違うと思うけど、六本木の最低時給が3500円って感じ。六本木は。だから、ある程度その顔も良くて、お客さん持ってる子しか働けないって感じだったね。歌舞伎町とかだと2000円とか2500円とかあるんじゃないかな。一番下の方で。池袋とかもうちょい安いのかな。上野が意外と高いんだよね。おい、匿名さんから花火いただきました。匿名さん、ありがとう。お疲れ様。花火ありがとう。ダンベルパワーアップしたからね。おい、花火2発目ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。いきます。12回か。ダンベルの量重くなってるからね。5回。ああ、重て。超きついよ、これ。重くなった。昔はめっちゃ稼ぎ良かった。そうだね。全然稼ぎ悪くなってるよ、水商売。水商売って経験一番左右されるから。10回。匿名さんありがとうございました。ほら、一番金持ってる層、彼女ずっと仲良く。ありがとう。花火ありがとうございます。匿名さんから花火いただきました。そうだね、ずっと一緒にいたいね、彼女とね。花火ありがとうございます。花火4発いただきました。これはね、何キロだっけ、5、7.5、8.5だね。結婚しましたよ、昨日。1回、おとといか。5発目ありがとう。3回。花火5発目ありがとありがとうございます。ありがとう。おお、すごいね。100は稼げてたんだ。すげえな。でも金使っちゃうんだよね、商売って。みかんありがとう。17、18、ありがとうございます。匿名さんから花火5発いただきました。ありがとう。結婚しました。はい、おめでとう。花火ありがとうございます。加藤さん結婚されたんですか？でも籍は入れてないですよ。籍は入れてないです。水商売っていうぐらいだからね。花火いただきました。いきます。
花火ありがとうございます。匿名さんから花火いただきました。行きます。花火ありがとう。花火ありがとう。あと2発分か。めっちゃ重いよ。あと1発分。野口さんいらっしゃい。よし、あと1発分ね。いきます。そうだよ。あ、奈緒さん久しぶり。花火一発でダンベル6回で、先月2000回ぐらいダンベルやったんだけど、こんな感じ。腕めっちゃ太くなったって言われるリスナーさんに。で、重りを追加したました。2月からは腕こんな感じになりましたね。増えた？どう？昔から知ってる人だったら俺の腕の細さは知ってるでしょ。で、その前の月はね、スクワットだった。ムッキムキかな。太くなった腕。ありがとうございます、花火。ああ、とんでもないとんでもない。お役に立てるなら全然言ってください。何でもできないことはできないって言いますけど、人のお役に立てるのであれば。なおさん久しぶりですね。よいしょ。花火ありがとう。お腹割れてますよ。バッキバキですよ。はいはい、すごいでしょ。多分ふわっちで一番いい体してんの俺じゃないのかな。はい、ワンパックですね。はい、うん、割れてるに決まってるじゃないですか。バッキバキですよ、うん、そうだからね、腕とね、太ももだけね、アスリートみたいな体になってて、なんか面白い体になってますよ。腹筋やろうって言われてんだけど、女性リスナーさんに。腹筋やったらかっこよくなるから俺はやらないっつって面白い体を作りたい。このまま行くと性の喜びおじさんみたいになるだろうね。性の喜びおじさんテレビ出たの知ってる？彼女のためにさあやれやれ。腹筋はやらないですよ。いや、ノンタンは太っててもいいって言ってるんで。匿名さんありがとう。腕だけひたすら太くするから。ちなみに足もバッキバキだよ。足もすげえ太いから俺。いきます。匿名さんからダンベルいただきました。ありがとうございます。いきます。ありがとうございます。うう、おビリビリくるぜ、ビリビリくるぜ。
子作りはしないのですか？あのね、俺ら子供生まれないんだわ。うん。だから、俺とノンタンの間には子供生まれないと思ってもらいたいかな。ジムに行くよりも全然いい体になってるって言われてるよ。腕は太くなってるって。だから基本的に子供授かることはないと思っててください。 100% ないです。配信やってた方が体鍛えられるからね。不思議だよね。新しいフォロワーさんをご紹介します。リュウさんフォローありがとうございます。リュウさんフォローありがとう。鍛えからだからご飯食べる量変わった？間違いなく増えたね。っていうのをわざと食ってるっていうのもあって、みんな知らないかもしんないけど、筋トレ、筋肉の量を増やすのって太ってた方が有利なんですよ。ほんとね、11月はスクワットだったんですよ。花火もらったらスクワット5回やるっていうので、1800回ぐらいスクワットして足がムキムキになって、で、12月はダンベル、1月ダンベルで、2月もダンベルで、今2ヶ月目かな、ダンベル。生の喜びおじさんってネットですごい有名になった人で、電車の中で演説をするおじさんですね。生の喜びおじさんって結構有名な人、ネットで。なんかね、こうムッキムキのおじさんなんだけど太った。なんか演説を始めるの。お前ら、生の喜びを知りやがって、ふざけるな。とか、ずーっと喋ってんの、でっかい声で。なんか、卑猥なことを。鍛えると睡眠気持ちよくない？ああまあ、疲れは、いい、心地いい疲れはありますね。あやちゃんいらっしゃい。病院に通わないとですか？不妊とか。不妊とかじゃないんですよ。簡単に言うと、その子供を設ける期間を持ってないです。はい。まあ、俺のことじゃないから、あんま突っ込まないでほしいかな。あ、ありがとうございます、リュウさん。嬉しいです。ハートプレゼントありがとう。これからもよろしくお願いします。有名だよね。めっちゃ面白いよね。で、この前テレビに出たんだけど、なんか、親からの仕送りで生活してんだよね。いろいろ分かってきた。テレビの取材で。まあでもテレビ出ちゃうともうなんかネットの有名人って感じじゃないよな。すげえ面白いおじさんなんだよね。野田ゾーリとかコラボしてたよね。おじさんおじさん。50いくつのおじさん。なんかね、顔がすごいでかくて面白いんだよ。うん。演説の内容が神がかって面白いんだよ。ちょっと待って、あるかな？探してみようか。YouTube にあるかな？はい、ワドツー、カエルさんいらっしゃい。生の喜びおじさんで検索してみるね。有名な動画だから。音しか流せないけど、ちょっと音流そうか。ちょっと待って。ゴールドジム通ってるらしいよね。あ、そう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 。生の喜びおじさんね。最新版の生の喜びおじさん、これかな？なんかね、もう動画が多すぎて、動画がもうたくさんあるのよ。電車の中でずっと、なんか喋ってんだけど、ちょっと。生の喜びを知りやがったり、あ、許さんぞ。生の喜びを知りやがった自分たちだったり、俺にもさせろよ。人の自由を剥奪しやがって、AI の自由を剥奪しやがって。そしてこんななんだ、女に相手されなったら共に転校しろかよ。お前がねえか、お前とかエスティナーいつも言うようにな、お
生まれた時から性同一障害っていう障害者なんだよ。一世は愛せないっていう病気なんだよ。なんで俺はそんな病気になったんだよ。俺は女大好きだよ、マジで。変なことできるわけないだろ。近頃はもうそれ風俗呼ばないと出られなくなったじゃないか。病気になった感じ。不眠症なんだよ。女性の裸見ないと取ったからあんなに頭が。そんなグラドンがあんな写真なんで、おっさんが満足できるか。中学生じゃないし、グラドンですか。いや、グラドンの写真だよ。若者。年下のおっさんがグラドンの、そんな若い子に興奮するわけないだろ。バカバカ。A 副長です。白いわ。グラドンです。これあの千葉の京成電鉄の多分千葉県民なんで捕まらないで彼氏彼女の部屋に泊まりに行くせウィークエンドラバーのせいウィークエンドラバーそのウィークエンドラバーのためにいろんなことするんだあれもねこれないあんなことこんなことドラえもんみたいにやっとんだあんなことこんなことやっとんだお前あんなこといいなこんなこといいなって言いながらラバーズやっとんだろボイフレンドラバーズ で月曜日のマンデーに寄せ添えるやったから元気が出るんだこの人はこういう風にあのなんかずーっともうなんつうのこういう発言を京成電鉄で電車の中でやってたらなんか誰かがもう撮影するようになったの。その辺の高校生とかが面白がって。で、ツイッターとか YouTube に上げまくってたら、もう超有名人になって、性の喜びおじさんっていう人になったの。で、もうすごいもてはやされて、で、テレビに最近出たっていう感じだね。これが性の喜びおじさんです。はい。いや、もうすごい面白いんだよ。もう性の喜びを知りやがって、つって。うん。そうそうそう。要は俺にもエッチなことをさせろみたいなことを演説風にずっと言ってんの。俺にもエッチなことさせろっていうことをね、ずっと言ってるだけなんだけど。そう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 。うん。アイテム和道さんの枠で残り投げさせてください。あ、全然全然。ありがとうございます。彼女と使ってくれたら。はい。ずっと電車に乗ってるわけじゃないですよ。いろんな動画があって、とにかくなんか電車の移動中に撮影されることがいっぱいあって、なんかあの、改札あるじゃん。改札が開かなくて改札を蹴り破る動画とかも有名ですね。マガプレゼントありがとう。そう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 、改札ね、博士さん。それも有名だよね。なんか切符入れたら改札がガーンって止まっちゃって蹴り破っていくの。うるせえよとか言って。ドーンとか言って。そう、結構破天荒なおじさんなんだよ。でもなんか意外と人当たりが良くて、なんかこう、写真一緒に撮ってとかもすごく答えてくれる人で、バカプレゼントたくさんありがとうございます、リュウヤさん。それでなんか有名になったって感じ。やばいんだよ。うん。ありがとうございます、バカたくさん。なんか悪いっすね。リュウヤさん初見なのになんか申し訳ない。ありがとうございます。なんかあれだよね。番組見て面白いなと思ってくれてさ、アイテムいっぱいくれるのは助かるんだけど、なんか初見さんにさ、たまによくしてもらうことがあって戸惑うよね。うん、大丈夫かななんか、リスナーの皆さん申し訳ない。いやいやいや、そんなそんな。なんかすいません。可愛がってくれてありがとうございます。ありがたいっす。これを糧に頑張ります。ハートプレゼントありがとう。地元にいるさ、変なおじさんとかがネットでヒーローになる時代だからね。俺の成田の地元でもすげえ有名なおばちゃんとおじちゃんがいたの。律儀ですね。なんかね、バカ野郎おばあちゃんって言って、あの、バカ野郎おばあちゃんと、クロちゃんっていうよっアル中のおじさんと、あと、うんこしちゃうおばちゃんとか、10円くださいっていうおばちゃんいたんだけど、そう。
10円くださいって学生に寄ってくんの。お願いします、10円ください、10円くださいってずっとすり寄ってくるおばちゃんが駅前にいて、面白かったんだよな。でそのおばちゃんに俺100円渡したことがあって、あの結構そのなんか学校の間有名になるわけじゃん、やっぱり10円渡すとどうなるんだろうとか、なんで10円必要なんだろうとか、いろんないじりが始まって、じゃあ100円渡してみようってなったら、あのすごい感謝された、あーあーみたいになっちゃって、あ、100円なんて久々見たみたいになって、すごい面白かったんだよね。ありがとうありがとう、ああみたいになって、すごい勢いで去っていったんだよ、ね、すげえなーって思って、10円おばちゃん100円あげるとあんな感じになるんだと思って。で友達の方はじゃあ1000円あげてみようって言ったら、1000円は断られたんだよね。そう、地元にいるよね面白い人って。1000円はもう私には1000円はみたいになって私みたいなものは1000円なんてとてもとてもみたいになって去っていった。1000円は断るんだと思って、うんこおばちゃんはあのずっとうんこしちゃうの、どこでも。で、あのどんなところでもバカ野郎ってずっと叫んでるいろんな人に、老若男女を問わず、バカ野郎って。彼女を幸せにあげることを約束で、あのどうなんですかね、彼女の幸せは僕は願ってますし、あのこれ僕の恋愛観なんだけど、あのよくね言うんだけど、彼女の幸せは 100% 願ってる。だけど彼女が幸せかどうかは俺が決めることじゃないと思ってる。ただのんたんに言ってるのは、君といると本当に幸せだっていうことを言ってる。だから君の幸せを願ってるし、僕がそばにいることで君が幸せなら本当に嬉しいことだけど、君の幸せは君の幸せだからっていうことは常に言ってますね。僕は君の幸せを常に願ってるし、君といると幸せだよって、うん、アスペっぽいでしょアスペルガーとか言うでしょ、うん、っていうのも、他人の人生は俺は変えられないと思ってるから、うん、本当にどんなに家族であろうと、身内であろうと、親であろうと、子供であろうと、自分の人生は自分の人生だと思ってるから、うん、だから彼女の幸せは本当に願ってる、そういう行動をしようと思ってるけど、だけどね、彼女の幸せは彼女がつかまないといけないもんだと思ってる。だから彼女を幸せにしてあげることは分かんないっす。ただ僕は彼女といてすごく幸せですね、うん、本当に。うんこは人前でするよ、うん、バカ野郎おばあちゃんは。いやー、変なのいっぱいいたよ。成田は結構面白い街なんだよな。成田は結構いいよ。なんか絶妙な田舎具合じゃん。だからね、変なやつが発生するんだよ。絶対幸せだから彼女は。とにかく女には頭上がらんから、はいはい言っとくんだあ、でもね、彼女俺にあんまつべこべ言わないっすね、うん、言葉にしないとダメだと思ってるね俺は。気持ちが伝わるとか、好きならわかるはずでしょっていうのは、俺はほらアスペだから、それがわかんない人だから、後悔がない、いつ死ぬかわかんないから、最後の言葉にいつなるかわかんないから、俺は好きだよっていうのはもう本当毎日言うようにしてるね。大切に思ってるよとか、それはやっぱ言葉に伝えておかないといけないことだと思ってるから。大事なことだと思うよ、人間関係で。それはほら、あのリスナーさんにもそうだと思ってるし、そう、そう。なんかいきなり2人で寝てたら、おととい、のんたんは和道さんと結婚することにしたって言ったからあ、いいよっつって、そう、和道さんお嫁さんになってもいいって言ったから、あ、いいよっつって、じゃあ今日から和道さんのお嫁さんねって言ってたから、分かったよっつって、じゃあ結婚式開こうかっつって、うん、放送やろうって言って、うん、結婚式今度やるから。ただ日本国政府に申告するつもりはないですね、うん、ひでえなもう帰ってきたのそう、まあまあまあ、それもいいじゃないですか、味があって、いろんな恋愛があるから、それはほら、うん、大切な人だから言える言葉でしょ、うん、だからなんか、あの写真だけの結婚式とかあるじゃん、
お金ないからさ、今度ウェディングドレス着てタクシード着て写真撮るサービスがあるらしいから、あれ行こうかなと思ってて、ノンタンと一緒に、写真で結婚式の写真とかいいじゃん、あれをあの写真撮ってもらおうかな。参っちゃいますね。え、どこ行ってたんですか、最近帰ってきたんですか。旦那に拒否られた。何、旦那に拒否られた、あの写真のやつ。ああいうのすごい素敵じゃん。あるよね、いいよね。やっぱウェディングドレス着たの見てみたいし、のんちゃんが。でも次の日なんか減らってたけどなんかすごい減らってたわかんないけど。ロスメインに仕事、あ、ロサンゼルスか、へえ。ロス、あのさ、ロサンゼルスってなんか英語の授業で英語の先生に教わったんだけど、ロサンゼルスってさ、今は治安はすごく良くなったんだけど、ロサンゼルスの市長がすごい有名な人で、治安を警察権力使ってめちゃめちゃマフィアとか使ってたんだけど、昔もうすごかったんだよ、ロサンゼルスって。マフィアはいるし、チンピラはいるし、もうほんと極悪の街だったのね。で、そのロサンゼルスってその皮肉で、なんで呼ばれてるかって、ロスエンジェルスから来てるんだよって言われて、それが記憶にあるね。ロスエンジェルスからロサンゼルスっていう綴りになったっていう。そう、天使のいない街っていう。今治安いいらしいですよね、ロスは。本当かどうかわかんないよ、英語の先生が言ってただけだから。クソまずい料理でもボーノ言ってる、ここでしか履けない愚痴。アメリカの飯まずいっすよね。え、ロサンゼルスってボーノっていうの、ボーノって何語だっけ、あれ英語じゃなくない、ボーノってフランス語かなんかじゃなかったっけ、こうやってやんの、ボーノって。アメリカでもボーノ定着してんの。ラスベガス俺も行きたいんだよ、ラスベガス行きたい。イタリアか、ボーノは。ボーノってヨーロッパ系ですよね、やっぱ飯は日本が一番うまいのかな。なんかひろゆきがこの前、フランス全然飯うまいよって言ってたけどな。なんか日本の牛乳ってホルスタインって言って、あれ大量に牛乳出るやつでまずいんだって、牛乳が。だからヨーロッパだとホルスタインで牛乳取るなんて考えられないことなんだって。だからめちゃめちゃ牛乳とかチーズとかがうまいらしいよ、半端じゃなくうまいんだって、その市販で売ってるものも。日本の乳製品のまずさ、ホルスタインが原因だっていう、その生産量を上げるためにっていう。勉強になるよね、現地の言葉。俺はとにかくあれだな、来年日本ぐるーって回るけど、その後世界行って、まずアメリカから行こうと思ってるんだけど、一番楽しみなインドとか貧困国に行きたいな。牛乳は日本が一番。僕牛乳苦手なんですよね、日本の。日本のっていうか、まあ日本のしか飲んだことないからなんだけど、牛乳飲めなくて。北海道とか行ったらやっぱ牛乳うまいのかな。ヨーグルトは好きで、今日も飲むヨーグルト買ってきたんですけど、なんか牛乳そのまま飲むっていうのが苦手でしたね、昔から、子供の頃から。レモン牛乳美味しい。なんか合うの、なんか分離しそうじゃない、怖いんだけど。なんか分離しそうで怖い。レモン牛乳うまいの。あ、ピザはね、千葉にめちゃめちゃうまいね、釜焼きピザがあるんだけど、その人のピザマジでうまかったの。のんちゃんの血飲んでろ、それが一番。あのね、本当にうまいピザ食ったらマジで感動する。あのね、その人が言ってたけど、あのサイゼリアのピザはすごい頑張ってるって言ってたね。牛乳変わんないか、北海道と。あ、でもあれですよ、関東は本当に飯がまずいから。なおさん、あれ2月来るんでしたっけ。2月いつ頃になりそうですか。
マジでまずいっすよ、東京は飯。金出さないとうまいもん食えないから、コストパフォーマンス悪いんだよな。そういう牛乳が売ってんだ。あ、ぜひぜひ、その時は。マジで東京はコスパマジ悪い。北海道で5000円で食える飯が、東京だと2、3万するから。なんかね、うまいはうまいんだけどね、なんかね、がっつり食えないっていうか、なんか、気持ちが負けちゃうんだよね。あのね、そこのピザ何がうまいかっていうと、まずね、日本の釜焼きって言われてる釜が温度が出せないんだって。とんでもない熱量で揚げるから、その、まず釜が必要なんだって。で、その人のエピソードが面白いんだけど、ピザが大嫌いだったのよ、その人。うん。北海道出身だが、発言の見て、発言知らないっすね。うん。15から22の間に連絡する。OK です。了解です。なんか、ピザが嫌いだったんだって。もうピザなんてまずいもんなんで食うんだよって言って、で、本場のイタリアのピザを食べたら、感動したんだって。こんなうまいものがあるんだって言って。で、これを日本に持って帰らなきゃっていうことで、使命感になっちゃって、で、なんていうのかな、その、もうピザの職人とか料理師じゃなかったのに、向こうで本場のピザを勉強して、超有名なところで。で、それを日本に持って帰ってきて、18年間千葉でピザ屋やってる人なのよ。で、その人のピザ取材で食ったんだけど、めちゃめちゃうまくて、まず何がうまいかっていうと、もうピザは抜群にうまいのよ。もう、なんつうの、チーズとさ、一番マルゲリータってやつか。一番プレーンなやつ食べたんだけど、これでうまいから具なんていらないよっつって。具も美味しいんだけど、ピザは具じゃないんだって言って。で、食ったらうまいのよ。で、その時に、ちょっとあれ出してって言って、何かなと思ったら、オーナーが話してくれたんだけど、コカ・コーラを出してきたの。これ、生まれて初めて飲むコカ・コーラだから覚悟して飲みなって言われたの。要はもう壮大な振りをしてくるわけなの。あの、ペットボトルのコーラを普通に氷で入れるじゃん。飲んだの。生まれて初めて飲むコーラの味だった。コーラが超うまいの。これどういうことかっていう、なんでこんな味になるのって言ったら、その、ピザって、上質なオリーブオイルと、そう、完璧な加減で作ると、その、なんつうの、コーラの甘みとかが抜群に合うようにできてるんだって。雑談リアルに合ってる、ほんとそれ。あ、らしいっすよね。その、本当にうまいピザを食うと、その後に飲むコーラが本当にうまいのよ。俺感動したもん。これがピザなんだ。そう。だからね、美味しいピザを食うと、本当に感動する。で、その、釜の加減とかオーブンの加減で、なんだっけな、ほら、普通のオーブントースターとかでも200度ぐらいしか出ないじゃん。でもちゃんと釜を作ると700度ぐらい出るらしいんだよ。だからね、その加減でできないらしいよ。本場のピザっていうの。究極。そこのピザ屋さんなんて言ったっけな、千葉のね、千葉県の、千葉市のね、海岸沿いのエリアがあるんだけど、美浜区だっけな。その辺にあるね、その道路沿いのピザ屋さんなんだけど、超うまい。しかも高くないんだよ。1枚1800円とかそんぐらいなんだよね。マジで。だからそういうね、なんか旅配信をしながらうまいもんとかを見つけて、なんか紹介していきたいんだよね。地元でうまいものってみんな知ってるのとかあるじゃん。で、やっぱ関東とかの人とか食えなかったりとか、関西もやっぱ安くてうまいから、なんかそのお店の独自のものとかを紹介していきたいよね。配信で。まあ、千葉行ったらそこ寄ってみてもいいかもね。配信回す許可が下りたら。すげえうまいよ。あそこはね、もっと人が入っていいと思う。ただ立地が悪いから入らないんだろうけど。日本のエス頼むと海外の LL 世代の飲め。あ、そう。俺もアメリカ行った時、まず、このサイズってあるじゃん。これちょっとでかいのわかる？これ。これってさ、日本で言うところの L とか LL でしょ？これ。Mac とかだと、これ LL とかだと思うの。これ S だよ。アメリカだと。アメリカの L ってどういうやつかっていうと、ケンタッキーのドラムってあるでしょ？ケンタッキーのドラムってやつ。チキンがいっぱい入ってんの。あの量が出てくんのよ。LL とかって。こうやって飲んでんの。デブが。笑うぜ、本当に。これ嘘だと思うでしょ？これカリフォルニアとかで街中でこうやってポップコーンみたいな、こんなバケツみたいなのでこうやって首に下げて飲んでんだよ。あれ笑いますよね、本当に。
あれはね、病気になる、本当に、アメリカ人。あ、規格外のデブが生まれるの分かるもん。うん。コーラ飲みきれないよね。だから、ほんと一番小さいやつで、こんなでかいの来んのっていうの出てくるから。うん、笑うぜ。だから、なんか、異世界に行ったりとか、異文化に直接触れると結構衝撃ってあるから面白いよ。新しいフォロワーさん、しののちゃんが大好きさんフォローありがとう。頭おかしくなるよ。っていうか、アメリカ人って基本的に水飲まない。水を飲む人って特別な健康志向の人とかしか飲まないんだよ。なんか、なんつうんだろうな。アメリカってそもそもコンビニとかスーパーっていう概念がなくて、日本で言うとコストコみたいなのばっかりなのね。で、商業エリアと住宅エリアっていうのが分かれてる感じの。日本ってさ、5分歩けばコンビニ行けるし、まあ、車で15分行ったらでっかいスーパーマーケットとか行くじゃん。違うの。ダウンタウンとかアップタウンとか、住宅エリアと商業施設が分かれてて、倉庫なのよ。超でっかい倉庫なの。で、そこで1ヶ月分のもの、食料買って、車で運んで家に貯蓄しておくんだよ。そう。だから、アメリカのそのホームステイした時にびっくりしたのが、タカ何飲むって言われて、まあコーラでいいやって、コーラくれって、コークみたいなこと言ったら、なんか、あ、コーラ切れてるわ、倉庫行こうって言われて、倉庫連れてってもらったらガレージなのよ。家に絶対ガレージってあるから、アメリカの家って。で、その、メタルラックみたいなのに、コーラがケースでドゥーってあるの。冷凍庫とか。うん。ケンタの箱で日本人喜ぶけど、コーラ入ってんじゃねえって思う。恐怖心。いやー、びっくりしますよね、ほんと。あと、さ、アメリカの映画とか見ると、ピザってすごい安、大量にピザパーティーやってるじゃん。よくなんか学生とかバーってホームパーティーやって、いつもピザ食ってるイメージでしょ。あれね、日本と何が違うのかっていうと、確かね、プレーンピザがね、500円ぐらいなんだよ、配達で。日本ってさ、プレーンのピザでも2000円とかするじゃん。1枚。違うんだよ。なんでアメリカでピザが流行ったかっていうと、1枚500円とか1000円とかで大量に食えるのよ。だってよくよく考えたらそうだよね。あれって小麦粉とオリーブオイルとチーズだから、原価がめちゃめちゃかかんないの。そう。だからアメリカはそのピザチェーンがすごい流行ってて、宅配ピザっていうのがもっとポピュラーなんだよね。で、ちなみに言うと、アメリカの法律って、ピザって野菜っていう扱いなの知ってた？その健康かどうか、要はアメリカ人がもうみんな不健康になってて、肥満なんだけれども栄養失調っていう状態になっちゃってるの、アメリカって。これ、あれで今は変わったんだけど、10年ぐらい前の話で。で、どうしてそういうことが起こるのかっていうと、アメリカの利権の問題で、なんていうのかな、学校の給食とかでコカ・コーラとハンバーガーとかが出てきちゃうぐらい、もうジャンクなのよ、アメリカって。もうほんとジャンクな食い物しか出てこないのよ。なんでかっていうと、そのコカ・コーラとかがバックアップしてるからなのね、学校とかを。うん、サイズ選べるの、日本だけ。そう、フライドポテトも野菜だし、なんでピザが野菜かっていうと、あれケチャップ使ってるだろうって。ケチャップはトマトだろうって。だからあれはピザっていうのは野菜なんだっていう法案が通っちゃったな、アメリカ。頭狂ってるよね。いや、面白いよ、アメリカって。持たれるっていうかさ、もうなんか発想がすごいよね。だからアメリカ、ピザにはケチャップが入ってると。ケチャップはトマトでできてると。トマトは野菜だと。なんだ、ピザって野菜じゃんっていう。そういう無理やりな国なんだよ。いや、あいつらピザ好きだからね、しょうがないんだけど。アメリカ、そうそう。俺、よくアメリカってもっと面白い国だし、アメリカってグローバルスタンダードだと思ってる人いっぱいいるじゃん、無意識に。そうじゃなくて、アメリカ嫌いな国もいっぱいあるし、アメリカってすごい尖ってる国なの。なんか日本ってさ、もうアメリカの植民地だから、アメリカのことしか頭いかないじゃん。世界って言ったらアメリカまず思い浮かべるんだけど、アメリカって相当特殊な国だからね。そう、めちゃめちゃなんだよ。うん。日本シリーズの量倍、オプション必要ない。オプションとかいらないですよね、本当に。あと、アメリカは肉がまずかったな。工夫。工夫おはよう。ステーキとかうまいの。店で食うテキサスのステーキとかはもう日本じゃ絶対食えないの。超うまいの。だけど、そう、毎日そんなもん食ってるわけじゃなくて、やっぱ家庭料理ってあるわけじゃん。家庭料理の肉はほんとまずくて、赤身のボソボソの肉をこんな山盛りに皿に積むの。もうほんと脂身なんて一切ない。もう皮の底みたいな、もう、なんつうの、赤身のギチギチの肉を塩コショウで焼いたのを、こうバーンって皿に置いて、で、みんなこうもしゃもしゃ食ってんだけど、ほんとまずかった。
で、さらに何がひどかったかというと、日本人ライス好きだろうって言って、お米を炊いてくれたんだけど、まあ向こうの米ってまずないんだよ。まずいんだよ。っていうかね、アメリカってうまいもん一つもないんだよ、本当に。本当にない。これね、アメリカ行ってる人だったらわかると思うけど、アメリカにうまいもんなんかないの。ただ、そのピザであったりとか、ホットドッグとか、ジャンクなものは、ジャンクな味でうまいの。P さんはどつ？これ本当だよ。うん。あのね、なんて言うんだろう。わかりやすい、ダイレクトな味っていうか。アメリカの生活はすごい、面白かったね。もう、すごい面白かった。毎日肉、いやー、ひどいっすよね。本当に。ケバブとかはあるんじゃないかな。あるけど、やっぱり、そういうエリアで売られてるんだろうね。やっぱアメリカっつったら、ホットドッグってイメージ。なんかさ、ケータリングでやってるんだよ。あれうまいよ。野菜食べないっすよね、本当に。それ食べた、いっぱい食べれないけど、無理やり肉はきつかった。あれはうまくもなんともないよね。イギリスもまずいっていうね。イタリアはうまいからね。イタリアはほら、パスタとかピッツァとかさ。要は、なんて言うんだろうな。なんつうの、うまいよね。彼らは食うるさいよね。そう、シンプルだけどうまいものついてる。フランスは違うもんね、全然。食がもう、世界一のグルメだからね。俺でも思うんだけど、世界で一番料理うまいのはやっぱ俺中華だと思うよ。中国人のあの食に対する貪欲さ、本当にすごいと思う。俺は中華が世界一なのっていいと思うよ。フランスじゃなくていいと思ってる。日本はまあトップ5位ぐらいには入ってるだろうけど、グルメ大国として。スペインが好きなんですね。うん。海外で飯は本当日本人困るよね。米がまずないから。うん、中華は本当うまいよ、うん。中国人の食のその何でも食うじゃん、うん。あれはすごいと思う。日本人はね、アレンジが得意だよね。ラーメンとかさ。ラーメンももともと中国人が持ってきたものだし、天ぷらだってあれオランダじゃん。食はやっぱ日本は日本人ですよね、やっぱね。うん。それはね、もう食い物でちょっと頭おかしくなりそうだったよね、やっぱり。これ体壊すぞ、みたいな。本当に危機感覚える。モン・サン・ミッシェルのオムレツがすごくまずかった。あれ有名なやつ？なんか、修道院が焼くやつだよね、モン・サン・ミッシェルって。ふわふわにするオムレツだよね、こんな。俺もあれ見たとき絶対まずいと思ったもん。匿名さん花火ありがとう。いや、日本は米でしょ。でもね、向こうの人が米食べないのって、米がまずいからなんだよ。日本の品種持ってけばね、絶対流行るよ。あとね、寿司にぶち切れたね、向こうの人が食べる。生魚食えなかったから、当時の。寿司が全部カリフォルニアロールで切れそうになった。花火ありがとう。すごいね。花火3つありがとうございます。花火4つありがとう。いきます。1、2。こんばんは、ドラムギター選手を見ました。かっこよかった。おー、ゆきじいさんありがとう。5発か。4。5。6。7。6発目ありがとう。8。9 10 11。7発目ありがとう。12 13 14 15。8発目ありがとう。16 17 18。ありがとうございます。19 29。発目ありがとうございます。21 22 23。10発目ありがとう。24 25 26 27。7発目ありがとう。28 29 30 31。13発目ありがとう。32 33。すげえな、匿名さん。34。マジか。
13発目ありがとう。35、36、37、38、14発目ありがとう。39、追いつかねえな。40、41、15発目ありがとう。42、43、44、16発目ありがとう。45、46、47、48、9発目、17発目ありがとう。49、50、51、汗吹き出してきた。18発目ありがとう。52、53、上がんねえ。54、55、56、57、58、59、ありがとうございます。60回、10発分やりました。あと9発分、あと9発分だから倍やんねえとか。ありがとうございます。いきます。腹筋はやらない。腹筋は鍛えてっから、ほらほら、すっごいこれ作ってるから、このお腹、うん、かわいいでしょ、うん、これは崩さないって決めてるの。いきます。9発分、6、54、54回やります。1回、2回、3回、4回、5回、だからすごいアンバランスなんだよね。6回、頑張るよゴルゴ。7回、8回、9回、腹だけすごいんだよね。あかんねえ。10回、11回、12回、匿名さんで花火投げてますよ。12回、13回、14回、15回、16回、選べるんですよ、アイテム投げるとき匿名かどうかって。だから花火の人は多分匿名にチェックボックス入れてんだよね。16回、17回、匿名さんですごいよね、こんだけ花火するって。18、19、20、頑張るぜ。21、パソコン僕は見れますよ。ただなんつうの、後で確認できるって感じですね。22、23、花火師さんがいるのか。24、あ違う、匿名係長花火師っていうのは匿名チェックボックス入れた時だけ匿名になる、要は匿名の名前。ちょっと待って、きつい。25、これは小手半じゃないよ。26、27、28、29、30、ちょっと休憩。あと9だから、29、30回やったから、4、6、24回、あと24回。俺はクリックしたら分かりますね、誰が送ってくれたのかっていう。ただまあその匿名の人って理由があって匿名にしてるんで、やっぱり目立ちたくないとか他の配信者にバレたくないとかがあるんで、それは読み上げたりはしないですね。やっぱり匿名さんの気持ちがあるんで、それはそう、俺は分かる。そのただクリックしないと分かんない。もうね、ある特定のボタンを押すと、あこの人がやってくれたんだっていうのは分かってます。ただプライバシー守んないといけないから。よし行くぜ、あと24回。いけます。
1、2、3、4、5。リス、あの花火する、6、7、8、9、10。花火あれだよ、みんなが分かるように打つこともできるんだよ。だからそれは選んでやってるの、花火打ってる人が。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。花火、花火じゃない、風船ありがとう。あと6回じゃあと4回1、2、3、4。ありがとうございます。うん、いい汗かいた。ありがとう。ありがとうございます。いやー、もう今日は筋トレ十分でしょう。今日は十分やったでしょう。いやー、すげー腕痛え。パンパンです。タッツンありがとう。タッツンから花火いただきました。タッツンさんありがとう。いきまーす。終わってないっすね。いきまーす。こっからしんどいんだよな。後半になればなるほどしんどいかんで。持てよ。いきます。1回。2回。3回。タッツンありがとね。4回。5回、6回、ありがとうございます。いや、今終わったよ、タッツンの分。ありがとう。はあ、いい汗かいた。いや、これ重量上げたの失敗だよ。あの、2.5 キロ片方重くなってんだけど、相当きつい、これ。ありがとうございます。はあ、あーすごいね。バンプアップしたよ。腕がバンプアップした。ありがとう。ありがとうございます。でもあれだな、インドとか行ってみたいね。あの、日本全国旅で回ろうと思ってて、それを生放送でやるっていうスタイルでやろうと思ってんだけど、やっぱインド、花火来たら筋トレ。あ、そうです、そうです。花火したら、ダンベル6回やるっていうルールで。あ、でも全然気にしないで、勝手にやってることだから。うん。なんか、リスナーさんがいじめようと思ってやってるわけじゃないの分かってるから。そしたら腕がどんどん太くなってって、太もも見る？太もも、すごいことになってるよ。一番最初はスクワットだったんだけど、腹はデブだけどね、太ももすごいよ。うん。ほら。すごい太もも。これスクワット。すごいでしょ？ムッチムチでしょ？脂肪全然ないから。ほら。これが2ヶ月前に作った太もも。すごいでしょ？なんかアスリートみたいでしょ？バッキバキだから。だから腕とね、足だけはね、異常に発達してるんですよ。うん、太ももバッキバキですよ、うん、いや腹もバッキバキですよ。ワンパックですよ。お腹こんな感じで、うん、
牛みてえだからな、ウエストがやばいからね。硬い四頭筋、大体四頭筋はっきり見えた。そう、それはね、スクワットしまくったらこうなるわね。そうだから腹とね、腕とね、足のバランスがおかしいんだ。そう、腹だけ、そう、なんか相撲取りみたいになってきたんだよね。それそうだよね、有酸素運動全然してなくてさ、筋トレばっかりやってたらこういう体になるよね。健康的デブだから、健康的デブ。お相撲さん、俺のほらおじさん相撲取りだったから、あの有名相撲取り見たり触ったりしたけど、俺のおじさん相撲取りなんだよ。もう縁切れちゃったけど、すごいよ。あの回しを指に入れるじゃん、回しとお腹の間に指入れるじゃん。でお相撲さんがフンって力入れると、女の人とか子供とか普通の人の指って複雑骨折するんだよ。知らなかったでしょ。そう、張り手一トンじゃない、あのね、あのなんつうんだっけ、ハッキーは残ったのぶつかり稽古の時のぶつかる時が1トンなの。だ1トン、1トンと1トンがぶつかるの、あれすごいよ。でしかも回してみんな指がっつり入ってると思ってるけど、あれ小指とこの2つの指しか入らないって言われてんの。バーンってぶつかってこう入れるじゃん。で要はあの体重をこの2つの指で転がしてるんだよ、あれ。だから小指を、小指とか薬指とかこう握っても腕相撲勝てないよ。すごいよ力士って。うん、お相撲さんってあと触ってみたら、あの筋肉だから、あれ要はね、脂肪と筋肉の層を作ってるの。だから普通のねデブの体と全く違うよ。すごい強い、勝てないあんなの。やばいよ。彼女はそれでいいって言うけど、10年一緒にいたら邪魔込み扱い。どうなんだろうな、どうなんだろうな。でもまあかっこいい男でありたいですね、本当に。彼女にとって一番理想の彼氏でいてあげたいかな。うん、それはありますね。うん、本当に世界で一番好きだと思ってるからね。普通あるじゃん、お世辞で言うじゃん、そういうのって。芸能人の誰々の方が好きとかあるじゃん、かっこいいと思うとか。違うんだよ、俺の彼女って俺が世界で一番かっこいいと本気で思い込んでんの。見た目とかも全てが、すごくない？病気だよね。俺そんな本気でそう思ってるかどうかって伝わるじゃん、やっぱり。わかるんだよね、あ、狂ってるわこの人っていう。世界で一番俺の今だけ、どうなんだろうな、今だけなのかな。和道さん性格も良さそうですね。どうだろう、自分で性格いいとは思わないよ、あんまり。その自分はそんな普通だと思ってる、ポジティブ。まあまあ、でもまあまあ、男と女なんかで何があるか分かんないから、とにかく彼女の前では最高にかっこいい男でいてあげたいなと思うけど、彼女にとって理想であれば俺はそれでいいと思ってる。彼女とリスナーが、リスナーが面白いよね、和道っていうのと、彼女にとってかっこいい、二つ揃ってれば俺は何でもいいよ。ハゲだろうがデブだろうが。コンビニ行こうか、コンビニ行ってタバコ買おう。いや違うんだよ、旦那に聞かせたいっていうのが間違いだと思うの。俺はでも熊のジャーキーは旦那にとってそういう奥さんで居続けてほしいんだよ。そう、相手に強要することじゃなくて、やっぱり旦那さんにとって一番いい女であろうっていう風に考えてほしいかな。トンネル必要なら腹鍛えろ。トンネルってなんですか、トンネルって。トンネル必要、持病はだから精神疾患はいっぱいありますけどね。あと喘息、小児喘息と慢性鼻炎とか、そう、生命にあんま関係ないようなことはいっぱいあるかな。生きてく上でなんか鼻がズルズル出てるとか、肺呼吸がゼーゼー言ってるとか、そういうのはいっぱいあるけど、
だけどそう死んじゃう。ああとね、それ俺言ってなかったっけ、あのマイケル・ジャクソンと同じ病気で、あのここの指白くなってんの分かる？見える？ちょっとピントが合わないからあれだけど、ここの指のここだけ白くなってんの分かる？これマイケル・ジャクソンと同じで色素が作れなくなってく病気が発症した。だからね、太ももこの辺ね真っ白なんですよ。お尻とかそう斑点みたいにバーって広がっていく白ナマズ病っていう病気。食べ物じゃないよ、ジャッキージャッキージャーキージャッキー、ごめんごめん。ただね、別になんか原因不明でよく分かってないらしいね。なんか体が白くなってっちゃう。ヨッサンも同じ病気だね。今何時だ、2時半か。この時間に放送やるの久々だな。コメント読んで。え？あ、ごめんごめん、桜子。飛ばしちゃったね。ワトさん、久しぶりにね、職場復帰したら、看護カルテがパソコン入力で慣れてなくてタイピングのコツってありますか？タイピングか。タイピングじゃあ見せようか。何見せればいいんだろう。タイピングは、俺はよく言うのは、そのブラインドタッチ、は、あの俺は1日で覚えた。あのさ、 J と F のところにコマンドあるでしょ。あのポツって突起があるの分かる？ J と F のところで、ここに人差し指を乗せてこうやって添えるんですよ。でこれを軸で回転させるのがブラインドタッチのやり方で、なんて言えばいいんだろう、例えばあいうえおって打ってエンターとかこうやって、うん、これをできるようになると速くなるっていうのかな。うん、かきく、ちょっと待ってね、かき、くけこか、これで合ってるかな。そうだから、これでもうあとはあれだよ、寿司だっていうのがあるから、ゲームをやるのが一番早いと思ってて、俺はこれで覚えたかな。うん、ちょっと待ってね、うん、うん、小指も使うよ。そう、これ寿司だっていうゲームがあるんだけど、ちょっと待ってね、あれ寿司だなくなってる？フラッシュゲームがあるから寿司だっていう、これこれで練習するとすごい速くなるよ。この URL 俺はこれで覚えた、寿司だっていうゲームで。これタイピングゲームなんだけど、タイピングゲーム買ってあれだよ、自分の好きな銘柄北斗の拳とかでいいから早くなりますよね、ゲームは。そうで、最初はイライラすんのよ、自分なりの打ち方ってあるじゃん、それを強制していくと早くなる。うん、やっぱりそのフォームっていうのがあるから、そうどこにどのポジションに指があると早く打てるっていうのがあるから、ゆっくりでいいからそれで鳴らす、ゆっくりでいいから。でもうね、1時間ぐらいするとダダダダって打てるようになるから、そう、それを毎日1時間やってるとか、コメント打つ時もそれで考えてやるんだよ。タイピングゲームで覚えられるよね、慣れだよあれ。そう、あとはよく言うのはコントロールタブとか、そういうショートカットキーを頭の中に叩き込んでおく。大体普通コピーペーストとかしか使わないじゃん、コントロールコピーコントロール V でペースト貼り付けしか使わないけど、あのショートカットキーってすごいいっぱいあるから、みんな知らないかもしんないけど、マウスってこれ途中から発明されたやつで、普通はキーボードで全部の操作ができるようにパソコンでできてるんだよ。例えばタブとかやると移動するとか、要はね、右手でクリックするとキーボードを離すから、キーボードだけで入力画面全部いじれるようになれれば早いと思う。北斗やった？うん、あとはそれでも遅いって言われる場合は日本語入力に入るらしいね。あのさ、カって打つのをさ KA って打ったり、キって打つの KI って2があるじゃん。だからこれって実はアメリカ人用に作ってるキーボードだから、日本語打ちって言ってひらがなボタンを押せるようになると2倍の速さで打てるようになるって言われてるから、実はひらがな打ちで覚えた方がいいらしいよ、本当にスピードを競うんだったら。よく考えたらそうだよね、うん、なんで2コマンド打ってんだっていう。まあそれくらいですかね。はい、
まあ僕はゲーム、遊びで覚えるのが人間一番早いと思ってますね。遊びが全てですよ。遊びに勝てるものはないですよ。好きこそものの上手なれっていうね。ひらがな打ちやすいからいまだにローマ字打ちやわ。あ、まあローマ字打ちでも覚えたらそれでいいと思うよ、うん、ただそうスピードを極めようと思った時だけローマ字打ち、あのひらがな打ちになるらしいんだけど、俺も全然それは使いこなせないね。どこにどれがあるかは全然わかんないもん、うん、海外来たら外人見ないで片手でやってるのはなんだ。海外人見ないで片手でやってるのはなんだ。ああ、こうやって打ってるんですか。いや、要は多分ね、あの独学で覚えたんだと思いますよ、それは。正しくやるっていうのはそのこういう姿勢で、この J と F、 ここに全てのボタンが届くように配置されてるっていうのがこのキーボードの設計だから、ひらがなで打つとこう指の移動が激しいから、本当はこう肘の動きで全部のそのキーボードが打てるように設計されてるらしいですね。そう、綺麗な人だからこうやってガタ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 って打つもんね。そうそう、ピアノみたいなもんだね、うん、それがあれか、ホームポジションとか言うんだっけ、この F と J を。でも小指は頻繁に使うよ。そのシフトキー小指で押しながらタイプとかするから、あの小指使わないとダメっていうのは結構変な質問で、小指は一番使うと思う。だから小指がね結構動かなくてイライラするんだけど、器用になるよ、うん、遊んでる片手はパン食べる。まあアメリカ人はやっぱホットドッグ食いながらこうやってガタ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 ってやってます。まあいいんだよ、早ければ何でも。まあ日本の職場でホットドッグ食いながらそんなことやってたらめちゃめちゃ怒られるだろうけど、お前仕事中に何やってんだって話だからね。アメリカっぽいよねその辺は、うん、いいなぁ。でもなんかアメリカに旅行するのとさ、アメリカで仕事するのって全然違うじゃん。生活拠点をアメリカに置いてるっていいな。なんか勝てない。あ、やっぱ頭いいんすかあいつら。小指動くのはね、ほんと慣れ、動くようになるよ。ほんとになる。だからもう、一生動かなくなっちゃうから、ゆっくりでいいから、イライラしながらも動かすっていう。リハビリに近いね。だから。そう。リハビリの時とかってイライラするじゃん。普段使ってない方の左手で箸持つとかイライラするじゃん。だけど、使えるようになったら強いから。で、ほんとにね、1時間ぐらいだから。ほんと、イライラするのって。脳の神経が繋がってくんのよ、だんだん。そしたらね、いろいろ便利になるよ。仕事早くなるから。絶対やった方がいいと思うよ。能力を上げられるだけ上げた方がいいからね。人間の能力は。S を打つときの薬指が動かない。S は動くな、普通に。俺も動かなかったけど、全然動くね、うん。やってみようか。AS、AS。ちょっと待って、やってみようか。何回間違わないで打てるかやってみようね。AS、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 AS。あ、でもずれるな、やっぱり。今、AS って順番に打ったんだけど、AS、AS、AS。AAS になってるね、最後。でもこれも練習だよ。 AS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 、 うん、慣れだと思うよ、うん、できるね。来てください、ぜひ彼女と。海外日本みたいにざわざわしてないからのんびりしてると。そうなんですよね、日本って世知辛いからね。あのでもこれ本気で考えてるのが、僕海外にあの移住しようと思ってるんですよ、40歳ぐらいになったら。
配信でちゃんと定期的に稼げるようになって、もう収入困らないねっていうぐらいの自信がついたら、海外住もうと思ってますね、ノンタンと。それはもうずっと言ってる。俺多分海外に住むようになるから、ノンタン俺と一緒にいるんだったら外国生活になるかもしれないけどいい？って。で、ノンタンもそれで考えてワクワクしてるから。あ、わかる。Q はね、わかる。Q はでも俺、最近迷わないかな。俺ね、どの辺かな？ね、なんか、キーボードによって癖が違うんだよね。なんだろう、Q は確かに最初の頃苦戦したな。今だとね、X とかの方が嫌かもしんないな。L で代用しちゃってるからあれだけど。うん。どこの国？いや、それを見つけるために俺は日本中、世界中旅するって決めてるから。どこの国に住みたいじゃなくて、世界をまず全部見てみて、そこで自分たちに合ってる国っていうのを目で見て確かめるっていう作業をしたいの。で、俺がいいなっていう国とかを、ここの国どうだったよ、どうだったよってノンタンに教えて、じゃあどこ行ってみようって。だってさ、ぶっちゃけさ、みんなは俺の放送見れればいいわけでしょ？だってさ、部屋の中で配信するんだったらさ、別にここがアメリカだよって言っても違和感なくない？いや、ここアメリカだよとかさ、ここロサンゼルスだよとか、ここフランスだよ、ここイタリアだよって言っても変わんないじゃん。だから、まあ、外配信とかは楽しくなるから、なんか海外住む方が有利だなと思ってんだよね、配信は。今までどこの国？俺全然行ってない。タイとサイパンとアメリカしか行ったことない。3カ国。僕も日本苦手ですね、結構。うん。だから、どっかしら外国に住むっていうか、笑顔の国タイは良かったよ。最高だよね。バンコク。サワディーカープ、コップンカープ、ジンジンティーダイヌーチャック。ヌンソンサンスイハーホークチェペカオシープ。タイはありですね。ドイツが一番。おお、でもドイツと日本ってなんか気質似てる気がするんですよね、僕。ドイツ人と日本人はすごい似てる感じの、うん、なんかその車作るのが得意だったり、工業製品得意だったりとか、真面目で。風船ジョックありがとう、マスサキ。インドはみんな面白いって言うよね。うん、俺はインド行くの結構楽しみにしてる。国内の話題の差？ああ、まあ、それは出てくるか。確かに。国内のニュースとか見なくなるから、ついていけなくなるんだろうね。でもさ、配信者って尖ってれば尖ってるほど面白いし、国内の話題とかってさ、国内の配信者いっぱいいるから、みんなそれ見ればいいじゃん。だから、なんか独自のコンテンツを持ってる方が強いと思ってて、例えばそのフランスから配信やってて、ある程度人集めてるっていうのは結構面白いと思うんだよな。タイはやめとけ、彼女だけ。まあ、男の楽園って言われてますからね。うん。ドイツ、あ、でもね、俺ね、浮気とかほんとしないから、よくノンタンに浮気疑われるのほんと嫌で、それだけ直してって言ってて、俺浮気をしたことが人生で一回もないんだよ。だから結構失礼な発言だと思ってて、その浮気したでしょっていうのは。ドイツが好きって言ってるやつはドイツだ。タイは仏教の国、あとゾウさん。うん。あとワニのショーも有名だね。アンジスは死体捨てる、うんこする、洗濯物洗う、食器洗う、飲み水。だ全部でしょ。それだけ能力あるんだからヨーロッパ来いよ。行きたいっすね、全然。だからヨーロッパっつうか、なんか好きな国見つけて行きたいっすね。本当に。ヨーロッパだと、俺はフランスに結構興味持ってて、なんかフランスの政策とかって結構進んでるなって感じがするんですよ、僕的に。フランス人の考え方って。だから、政治系で言うならフランスは多分合ってると思う、俺は。フランス人のものの考え方は結構好きですね。人権派だったりとか。あとやっぱり、もともとパンクスだったんで、イギリスのカルチャーに触れてみたいっていうのはあるかな。まあね、別に日本人に生まれたから日本に留まらないといけないっていうのは俺ないと思ってるから、そんなことは。別に世界で活躍できると思って、世界で活躍っていう言い方も変だけど、別になんだろう、世界に出て不都合があるとは思えないんだよね。だから全然出たいっすね。俺パンクスだよ、もともと。タバコ買いに行こうか。外配信する。タバコ買いに行かない？
能力あるとは思わないですね。でも自分でバイタリティとかあると思うけど、フランス人アットホームに過ごせる。ヨーロッパがやっぱ一番いいんですか、リュウさん。っていうかリュウさんは僕のことを前から知ってたのかな、それとも今日初見。リュウさんはあれですか、前に僕の放送見たことある人ですか、うん、セックスピストルズみたいな。そうだね、バルザック好きでよく聞いてます。バルザック好きなんだ。バルザックあれだね、ランシュロの前座やってたね。ちょっと配信行こうか。なんかね、俺ね、右翼左翼っていう考え方がすげえおかしいと思ってて、なんか政治を二元論で語れるほど甘くないと思ってんの。だからまず右翼左翼っていう考え方が日本人的な発想だと思ってて、すげえ古いと思ってる。もうなんか、ああ、もうレベル低いなっていう。うん、あ、潜ってみてくれた。あ、だからなんか雰囲気、あれなんですね。伝わるんですね。そういうことか。ありがたいっす。なんか、その、今日初めて見た感じのコメントじゃないから、こいつ、俺のこと知ってるぞっていう感じがするから。イスラム国行くよ。あのね、っていうよりも、イスラム国に対してかなり誤解があると思ってるから、俺はイスラム教かなり、その、なんつうの、進んでる宗教だと思ってるから、俺は全然行くよ。むしろその誤解を解きに行くんだよ。あ、日本のメディアが嘘ついて、日本って、あれだよ、こんだけ先進国なのに、世界の、ジャーナリストからすると自由の報道ランキング100位とかなんだよ。北朝鮮よりも低いんだよ、この国って。報道の自由が、これ言われてる意味どうなのか、もっと日本国民考えた方がいいよ。日本の国って洗脳されてんだよ、うん、あ、すぐだもん。まあ、拉致られたら拉致られたで面白いじゃん。あ、やっぱりイスラム国ってダメなんだなとかさ、うん、ヨーロッパが一番。おー、まあ進んでますからね。でも俺日本好きよ、全然。日本好きだからこそ海外に出たいんだよね。だから日本人の国籍は剥奪する気ないね。剥奪っていうか放棄する気ない。殺されてる人いるから。アメリカ人が何人殺したと思ってんの。あのね、みんな勘違いしてるけど、 ISIS って何でできたのかって、アメリカが作ったんだよ、あれ。あの、アルカイダにずっと支援してたのってアメリカ政府なんだよ。っていう歴史を知らないで言ってんのよ。アルカイダっていうのはもともと、ね、アメリカ政府が物資を送って何百億って支援して作ったのがアルカイダの。ね、それで飼い犬に手噛まれてテロだっつって全く関係ない、ね、イラク戦争を起こしたわけ。ちなみにイラクって関係ないのよ、アルカイダと。それで怒り狂ったイスラム教徒たちが俺たちの国作るんだってできちゃったのが ISIS なんだよ。うん、交渉の材料、まあ殺されるだろうね。それは俺結構覚悟してる。うん。うん。ノンタンも捕まるよ。いや、さすがにあれだわ。あの、イスラム圏の国は、あの、一人で行くわ。タイだけは彼女のためにやめろ。日本のカラオケボックスキャバクラだからな。いや、だから俺ほらタイ行ったことあるからわかるよ、全然タイがどういう国か。ただあの、俺ね、あんまりね、そのね、女の人とその性欲を消化したいみたいな欲求がないんだよ。その可愛い子とセックスしたいとか本当にないの。あのね、なんつうんだろう、若い時にそういうことやりすぎたから、あんまりね、幻想がないんだよね、その、いい女を抱きたいみたいなのって。うん。いや、タイはほら、性風俗すごい進んでるから、男の楽園って言われてるんですよ。だって、日本の1万円女の子に渡すと、風俗嬢とかに渡すと、1ヶ月間彼女は生活できるんだよ。1ヶ月間だから、1ヶ月間通訳としてずっと同行したりとか、だから1ヶ月で愛人ができちゃうのよ。彼女たち豊かな生活、家族食わせられるぐらいになっちゃうのよ。だからそのタイの人とかって、日本人と結婚することってステータスっていうか、もう成金になるチャンスなんだよ。うん。タイの人綺麗だよ。うん。タイはね、なんか素朴な美人が多いかな、昔の。
日本でいうちょっと昔ながら病気はまあ蔓延してるだろうね、うん、よっしゃコンビニ行くか。おい、あやかいらっしゃい。違うんだよ、俺。寝バックでしょってさ、会社。寝ないために起きてんの。あー、俺しか見ないんすか、リュウさん。めっちゃ嬉しいっすね、そう言ってもらえると。じゃあ一回、パソコン配信やめます。携帯配信に切り替えるんで、外配信行きましょう。フィリピンパブで働かないかって。お疲れ様でーす。たくさんの花火ありが、たくさん花火ありがとうございました。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。